がる。喜んでる場合じゃないわよ、そこのバカ双子。どうするのよ、このまま家に帰れなかったら。そしたらマナトとサッちゃんと私で学校にお泊まりだ。上がる。上がってんじゃないわよ。元はといえばあんたたちが放課後だってのに、いつまでも教室でグダグダしてるからこうして帰り損ねて。まあまあさっちゃん、過ぎたことを言っても仕方のないことだよ。かなた、元凶のあんたがそのセリフを言うな。まだ誰か残って、あ、誰かと思えば先生。先生もまだ残ってたんですか。はい、ちょっとなるほど、職員室で仕事中うっかり居眠りをしてしまい、この時間まで寝過ごしたと。かなたさん、なぜそれを。先生、顔によだれの跡がついてます。やだ、先生は可愛いな。可愛いな。可愛いわね。褒められてる気がしません。まあ先生のドジッコ属性は今更だからそれはいいとして、サチさん、問題なのは今のこの状況。気のせいか、さっきより雨も風もひどくなっていませんか。大嵐って感じ。ワクワク。こら、ワクワクしないの。今外に出るのは危険ですね。しばらくこのままここで待機していましょう。最悪ここで朝まで過ごすことになるかもしれません。イエーイ。あんたたち本当緊張感ないわね。まったく、これってちょっとしたプチ遭難なのに。かなたさん。え、マナト君。うん。サチさん。なんです。先生ごめんなさい、私が昼間のうちにちゃんと早く下校するように連絡していれば。先生は何も悪くないですよ。そうだよ、天気予報だってこんなに早くにこんなに大きな台風が来るなんて全然言ってなかったもん。予想外。皆さん、私精一杯皆さんをお守りしますから。先生。うわぁ、怖いよ。優しい教師のしつけ方3巻、ドラマ CD 付き限定版、放課後の教師のしつけ方。なに、さっちゃん、レディーがそんな音出してはしたないよ。なんで私。どうせマナトでしょ、こういう食い地張ったやつは。違う、濡れ衣。お腹は空いてるけど。私です。え、確かに私もお腹は空いたな。そういえばもう夕飯の時間だし。ペコペコ限界突破。すみません、何か食べるもの持ってればよかったんだけど。めぼしいものを持ってると大体マナトに嗅ぎつけられて全部食べられちゃうからね。テレテレ。別に褒めてないから。あ、もしかしたら職員室の机の中に何かあるかも。チョコとか。そんな大したものはないですけど、飴玉くらいなら十分ですよ。よかったわね、マナト。あ、マナト？いない？あ、多分さっきの話を聞いてからすぐ職員室に向かったんだと思うよ。戸を開ける音すら聞こえなかったわよ。あ、マナト君いた。マナト、おかえり。どう？お目当てのはあった？で、よく見たら手ぶらだし、なかったか。残念だったね。それじゃあ私の勘違いでしたね。すみません、わざわざ無駄足を踏ませてしまって。明らかに所要時間がおかしいことにもう誰も突っ込まない。そして私もどうでもよくなってきた。さっちゃん、それ突っ込んでるじゃん。
と、マナト君、さっきから黙り込んでますけど、マナト君、何ですか？あの、私に何か、どうして服を託し上げようと？ダメです、そこは、いきなり何してんのこいつ！これは暴走？職員室に行っても食べ物が何もなかったショックで暴走しているのね、マナト！それで、なぜ私の胸を、空腹のあまり先生の母乳を求めているんだわ。私も飲みたい。そんなの出ません。このいい加減にしなさい。まったく、仮に先生から母乳が出たとしてもあんたに吸わせる筋合いないでしょうが。いえ、出ませんから。でも、もし出るようになったときはよろしくお願いします。土下座までして恥ずかしくないの、彼方？私でよろしければ。先生、何を OK しようとしてるんです？はぁ、なんか暇だね。そうね、暇ね。見てよ、マナトなんてもう無駄なカロリーを一切消費したくないとばかりにさっきから微動だにしない。頑張ってください、マナトくん。なでなで。シャキーン。うわ、元気になった。なんというか分かりやすいやつ。いいなマナト、いいな。ねえ先生、私もなでなでして。はい、なでなで。外の様子はどうかなと。さっちゃんたら、そんなわざとらしく先生の近くに来なくても素直になればいいのに。もう、かなた、うるさい。本当に確認しに来たんだから。サチさん、あまり窓の近くに行き過ぎないよう気をつけて。どうやら全然風も雨も弱まってないみたいね。焦っても仕方がないですから、止むまでじっくり待ちましょう。でも、やっぱり暇だよ。そうですね。この時間を利用してお勉強をするのはどうですか？よし、ゲームしよう。スルーされた。ゲームって言ったって何するの？今ここには何にもないけど。道具を使わなくてもゲームはできるのよ、さっちゃん。しりとりとか、なぞなぞクイズとか。しりとり、なんか若干一目やる気出てるやついるし。でもまあ、そうね、気分転換にはなるか。私の意見は。そうと決まれば罰ゲームを決めないと。また不穏な単語を。どういうことですか、カナタさん。ゲームにはやっぱスリルがないと面白くないじゃない。負けたらどうなるかっていうスリル。落ち着きなさい。で、例えば？ルーズイズパージー。負けたらヌグ。これが古今東西の罰ゲームの様式みたいよ。何それ、あらゆる意味で初耳。絶対適当なこと言ってるでしょう。負けない。マナトはなんでそんないきなり元気なの？さっきまでしんなりしてたのに。先生のなでなでの効力だね。ふんず。それは良かったです。みなぎってきた。じゃあ早速しりとりゲーム始め。お、ただのしりとりじゃありきたりでつまんないし、もっと面白いルールを思いついた。一応聞いておくわ。何？しりとりする言葉は学校にあるもの縛り。学校って今ここにあるものだけでしりとりするってことですか？うん。なんだ、結構まともなルールね。面白そうかも。皆さんご納得いただけたみたいですね。ではまずは教室の2から。机。え、
あ、絵画とかって意味ね。それなんかずるい答え。まあいいけど。絵ね。映写機。その、落ち着いてください先生。全然難しい問題じゃないですよ。制限時間なんてものはないんだし、ゆっくり考えれば。制限時間は30秒以内です。後付けルール。ニッチュなんのニッチュラク。5、4、3、2、1、0。はい、時間切れ。先生アウト。いきなりのことに頭が真っ白になってしまって。もしかして先生ってしりとり。すごく弱い。負けは負け、先生は罰ゲームです。さあ脱いだ脱いだ。大丈夫、もし恥ずかしくて脱げないのなら私が手伝ってあげるから。カナタ、その野獣みたいな目はやめなさい。怖いから。サチさん。先生、そんなすがるような目はやめてください。うずくから。潔く脱ぐ。わかりました。それじゃあ、せめてあまりこちらを見ないで。それは無理。脱いでるとこを見られるのもまた罰ゲームの醍醐味だもん。わかりました。はい、脱ぎました。何か間違ってましたか？間違ってはないけど。斬新。どうして下着から先に脱いだんです？ついいつもの癖で。さすが先生。でもこの調子じゃすぐ。自分でしますから。どうしてまた。そんなに見ないでください。案の定もう窮地に陥ってるし。っていうかしりとり始めてまだ10分も経っていないのに、残すところシャツと靴下だけって。先生。私もびっくり。急展開。でもそこがいい。ふさて続きをしましょうか。まだやるんですか？カナタ、もう先生はリタイアってことでいいんじゃない？これ以上はさすがにヤバいっていうか。ナイスウィートなこと言ってるの、さっちゃん。ここまで来ちゃった以上最後まで行くのが道理。先生だって真剣勝負を途中で降りるなんて不義理はしたくないはずだしね。いえ、私はできればやりたい。ほらね、やりたいって言ってるでしょ。さあ次はさっちゃんからだから始めてください。うん、先生がそう言うなら仕方ないか。私の意見。確か黒板消しの C からだったわよね。 C、 シーソーグラウンドにあるわよね、これ。掃除道具。ぐ、どうしよう、何も思いつかないよ。このままじゃ私。サチさん、何やらジェスチャーを。指を指して。あれはクラスで飼っているお魚さんの水槽。グッピー。サッちゃん、ヒントはずるい。これは真剣な勝負なのに。真剣勝負には武士の情けが適用されます。グー、これが本当のグーの音。バカなこと言ってないで。次マナトよ。ピアノ。なんかさっきから無駄にしりとり上手よね、マナトって。失礼な。いや、これは褒めてるんだけど。まあいいや。ノートか。ノート。なんだ、それってものじゃないわよ。アウトじゃないの。今こうしておしゃべりしてるんじゃん。
だからセーフ。限りなくアウトに近いセーフのような気がするけど、先生どう思いますこれ。ぐ、聞こえてないっぽい。先生、なぜいつも自分で自分の首を絞める方向に。グラウンド。あ、それってさっき私が。はい、サチさんが言っているのを聞いていたので思い出せました。ちー、ダメだったか。そうやって露骨に悔しがるのやめなさいよ。先生が怯えてる。怯えてなんかいませんよ。噛んでる噛んでる。ドア。そしてどこまでもマイペースね、マナト。あって結構いっぱいあるわよね。雨音。え、サチさん、それって今まさにこの教室内に響き渡ってますから、ルール的には間違ってません。雨音っていうレベルの音じゃないけど。うるさい、さっきのお返しよーった。ほら、次、カナタ。またと？サチ、意地悪。うるさい！しりとりで一文字攻めは鉄板よ。ふふ、制限時間迫ってるわよ、カナタ。一文字攻めは鉄板か。うん、そうだよね、サッちゃん。どうしてそんな目で私を見るんですか、カナタさん。な、そんな、もう使える言葉なんてないはず。飛び道具！何これ、折り紙で作った手裏剣。いつの間にこんなものを。武士たるもの、暗記の一つくらいはたしなんでいるもの。手裏剣は武士ではなく忍者では。先生、突っ込むところが違います。さあ、グーだよ先生、グー。そんな、もう何も。なんて邪悪な笑い声。とても小4女子の出していい声じゃないわね。え今さら可愛くしても意味ないわよ。ラストワン、ラストワン。嘘、そんな、このシャツがなくなったら私本当に何も。もういい加減覚悟決めちゃおうよ先生。ラストワン、ラストワン。いやー、わあ、真っ暗。停電？なんてタイミングのいい。皆さん大丈夫ですか、怪我とか。あ、私はなんとも。よかった。マナト君は無傷。カナタさんは。先生、誰かが私の服を脱がして。ダメ、引っ張らないで。あ、さてはカナタね、暗闇に乗じてなんてこと。こらカナタ、なんとか言いなさい。あ、今の音、もしかしなくても逃げた。足音が2つだったし、マナトも一緒ね。まったく、なんて奴らなの。あ、そうだ先生、今のうちに今まで脱いだ服を着直しましょう。いえ、あの、私もそうしようとしたんですが、服がなくなってて、どこにも。ということは、先生は今、全裸。幸さん、私、どうしたら。先生はそこで待っていてください。私、追いかけてとっ捕まえてきます。え、そうなったら私、一人ぼっちに。こらー、カナタ、マナト。幸さん、待ってくれなかったですよね。はい、一人、残されてしまいました。暗い、怖い、やだ、一人、いや、誰か。カナタさん、マナト君、サチさん、早く帰ってきて。
間をかけさせてくれるわね、あんたら。痛いよ。さっちゃんのげんこつに愛が感じられない昨今です。ちょっとした遊び心分かってほしい。かなたさん、あなたか、さちさん。あ、先生、服無事取り返しましたから、早くこれを着て。カナダさん、マナト君、サチさん。怖かったよ。なぜ先生に抱きつかれてるの私たち。あ、柔らかい。ふかふか。先生、先生、ちょっとご自分の格好に気がついてください。服着てないんですよ、あなた。いろんなところが当たりまくって気持ちいいね。どさ、くさ、さわ、さわ。あ、電気ついた。白熱灯の無慈悲な光が先生の美しい裸体を照らし出す。私たちはそれを至近距離で目の当たりにし、目をそらすことができなかった。なぜなら当の先生が私たちをしっかりと抱擁していたからである。全裸でさっちゃんが混乱して文学長のモノローグを。何も見えない。あなたで、マナトには刺激が強いからダメ。あらら、見られているという周知に耐えきれなくなったのか、先生は気を失った。全裸で、さっちゃん、もういいからそれ。それにしてもこうしてまじまじと見ると、なぜ靴下だけガンとして脱がなかったのか気になる。逆にいやらしかったです。目を覚ますと、傍らには可愛らしく寝息を立てている子供たちの顔。窓の外はすっかり夜が明けていて、綺麗な朝焼けが広がっていました。昨晩の嵐もまるで夢の中の出来事だったかのよう。なぜか私がまだ服を着ていないことも夢であってほしかったな。優しい教師のしつけ方ドラマ CD を聞いてくださった皆様ありがとうございます。先生役やらせていただきました、名塚香織です。座談会ということで、皆さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いしますじゃあまずあれですね、役と紹介だけ順番に。じゃあかなたから。あ、はい。皆さんどうもこんにちは。かなた役をやらせていただきました、佐藤さとみです。どうもお疲れ様でございました。はい、では続いてまなとくん。はい、白石まなと役を演じさせていただきました、千原みのりです。お疲れ様でした。そしてさちさん。はい、さち役を演じました大坪ゆかです。お疲れ様でした。お疲れ様でし た。さて、撮り終わりましたが、はい、皆さん演じてみていかがでしたか。楽しかった。なんか小学生っていいなって思いました。無邪気な感じが、なんかキャラがそれぞれすごく濃いよね。ねすごい、あのかなたのテンションが高かった。可愛かった。元気と思いきや、まなとくんがすごいおとなしくて、ね、双子なのに全然違う。そう、原作ではまなとはほとんど喋ってないから、なんか食べたりうなずいたり喋、ね、ったらこんな感じです。可愛かったです。可愛かったです。そして、ね、サチもすごい大変なツッコミが、ツッコミでしたみんな自由だから、ね、自由だね。なんか結構叫んだ気がしますね。はい、そうだよね。違う、こうカナタとはまた違うテンションのね、高さがありましたが、先生もセクシーでした、ありがとうございます。すごいな、
完全な天然さんの感じで、ね、ほんわりしてね。なんかでも楽しそうな学校生活だったよね。ねえ、もう先生が振り回されっぱなしですな。ちょっと大変そうでしたね。まあそんなね、小学校の話ですが、はい、皆様小学生の思い出など何かありますか？小学校の頃こうよく覚えてる先生とか。私結構先生と仲良くて、いまだに、小学校の先生が舞台を見に来てくれたりとかするんですよ。いまだに。そうなんです。1年、2年の時の担任の先生と、あとまあ5、6年の時は男の先生だったんですけど、その先生も年賀状とかやり取りしてる。ああ、年賀状やってます。ですよ。結構ね、覚えてるし、そのやっぱ放課後によく一緒に遊んでもらってて、そう、鬼ごっこしたりとか、ドロケンしたりとか。あ、懐かしいドロケン。まあね、結構そう、先生との思い出は多いんですよね。皆さんなんか小学校の時の思い出ありますか？小学校の時、私めっちゃ、なんでしょう、暗かった。すごい暗いというか、すっごい恥ずかしがり屋で、なんか教室で手挙げたりするのも苦手だし、自己紹介とか喋るの苦手で、砂場とかで一人で遊んでる子で、砂場で一人、なんか気を使って同じクラスの子が、千原さん遊ぼうよって来てくれても、うん、一人で大丈夫。一人で大丈夫。そこちょっと寂しいのに一人でいたみたいな。そうだね、そんなでした。先生はね、なんだろう、でもなんか先生はすごく可愛がってくれて、先生が生まれた子供の名前をみのりっていう名前にしてくれたんで、すごい嬉しいことはあったな。そういえば、なんでだろうって思ってたけど。確かに嬉しい。そんなだった。そうなんだ。私は、小学校6年生の時と今、時のお友達と未だにすごく仲が良くって、地元が宮城県なんですけれど、地元に帰ると、絶対にその小学校の時のお友達と一緒に集まってお酒を飲んだりとか、なんか当時あんなだったね、こんなだったね、みたいなことをよく喋ったりしていて、先生もその時たまに、6年生の時の担任の先生が来てくださったりして、みんなで、はい、一緒に仲良くワイワイしてて、珍しいねってでも言われます。珍しい。小学校はね、珍しい。珍しいね。みんなで集まれないもんね。そうなんですよね。なので、すごくいい友達に恵まれてるな、なんていうふうに思いました。いいですね。ありがとうございます。松本さんは？私はですね、結構、おてんばな子でしたね。おてんばそう。もうなんかこう、その千原さんみたいに、いや私はって言ってる子見ると、もうなんか、ぐいぐいちょっと迫って、行こうよね、遊ぼうよ、みたいな。逃げるわ、私。なんかその逃げる子とか好きで、なんで逃げるのね、待ってよ、みたいな。ちょっと怖い子でしたね。でも先生は、結構なんだろう、その、小学校ぐらいの時に、低学年ぐらいなんですけど、なんか全然こう、今はこう声優やってるんですけど、なんかその芸能界に入りたいとかそういうのは何もその時思ってなかったんですけど、先生が、いや、いつか大坪さんは絶対なんかこう、その芸能界に入るからサインを今のうちにくれって言われて、やっぱサインなんかなかったんですけどね。前に出るタイプだったんだね。いろんな、そうですね、なんかリーダーシップみたいな感じ。委員会とか好きでした。ね、そうなんだね。いまだになんか、あの先生は何だったんだろう、占い師かなみたいな。未来予知してね。そんな中、今回ね、原作でも、今回のドラマ CD でも、はい、いたずらが結構ね、ね、まあ皆さんいたずらが過ぎますよっていう感じだったんですけど、はい、皆さんはまあこう大人になってからでもいいですけど、なんかこういたずら仕掛けられたとか、仕掛けたことがあるよとかってあります？いたずらね、いたずら結構しますね。あ、そうなんだ。さすが。さすがリーダーシップ。どんないたずらを？人が座ろうとしてる時に座るところに手をすっておいてびっくりさせたりとか。なるほどね。そうだね。それもいたずらだよね。と
か、あのなんか結構食べ物とか食べてて、うん、なんかその人が横向いた瞬間にスッてこう卵とか取ったりとか、そういうのよくしますね、いまだに。いたずらっ子だねそっか、私大人になってからその舞台をやってて、うん、舞台の中でこう千秋楽とかってよくスタッフさんがいたずらをするんですよね。なんでこうお客さんには見えないところでアルバム開くと、うん、なんかこうなんかちょっと面白写真が入ってたりとか見えないセット裏になんかメッセージお誕生日おめでとうとか書かれてたりとか、そう、一回なんか私こう部屋の中で私しか見えない部屋で、まあ、お客さんからは窓しか見えないところ開けたらめっちゃクリスマスパーティーみたいに部屋が飾られてて、どうしたこの部屋みたいな感じになって、結構そう舞台上では、まあ、長い公演だったりとかするとちょっとこうねスタッフさんが面白おかしくするいたずらを受けたことは何度かあります。素敵ないたずらですね、すごい素敵ね。なんかあ、でも私あのゆかちゃんとちょっと似てるかもしれないんですけど、ひざかくんをするのが小さい頃から好きで、懐かしい懐かしい小さい頃からよくこうふーっと後ろから近づいていって、うん、えいってこう膝をかくっとするのがすごい好きで、いま、うん、だにちょっとお友達にやってこの間本気で怒られたからびっくりするからやめてよって言われて、大人になってからやられないからね、結構びっくりしそうだよね、それ油断してるね、油断してる、うん、それを小さい頃からずっとやってそうなんだ、そうなんです。やらさなんかありますよ。私はね、なんかいたずらじゃないんだけど、はい、私3人兄弟で、はい、あのすごい仲良しなんだけど、はい、うんとね、段ボールの中に入る遊びが流行ってたの、家の中で、うん、で段ボールの中に私が入る番になって、段ボールの中に入ったら閉じ込められたの、開かなくなったのガムテープとかですか？うん、ガムテープでですか？結構本格的に本当それから段ボールには入らなくなった怖いよ、怖い、結構怖いですよね、怖かった、怖かった、ちょっとトラウマになっちゃう、なりそう、なりそう、もう二度と入らない、段ボールには二度とそんな中またねちょっとガラッと話は変わりますが、はい、皆さんは甘えん坊な方ですか、それとも甘えられたいタイプですか。あ甘え甘え、あ、はい、私は甘えたい。あ、本当ですか本当ですか、意外な感じ、やっぱね甘えられる感じ、まあ、女子には特にこう、うんうんうん、お姉ちゃんみたいな感じに思われるんですけど、内心私は割と甘えた猫タイプなんですよね。猫タイプ、わがままな甘えん坊、とても素敵だと思います。本当、大坪のここ空いてます。じゃあ甘えさせてくれるタイプ、はい、全然いいね。私特にでもその猫タイプの方すごく好きで、あのこう結構さっきも昔からなんですけど、うん、追いかけていっちゃうタイプなんで、逃げて逃げて、でも最後にくるって振り向いてくれるとヒャーってなっちゃうんです割とそのタイプ、逃げて逃げて、まあ、ちょっと振り向いとこっかなみたいなちょっとびっくりしてボーンってなるんですけど嬉しいっていうなるほどね、どっちだろう、どっちだろう。私はあの人に対してはすごく甘えちゃう方で、仲のいい友達とかによくイエイイエイって言ってこう肩をグリグリグリってやって、かまってかまってっていう風にやるんですけど、あの動物がすごく好きで、あの動物には甘えてもらいたいタイプなんですよ。なので犬とか見るともう両手を広げて、さあおいで、さあ準備はできてるよっていう風にこう迎え入れたりとか、猫もこう、あ、さあここにここに私がいますよ、甘えにおいでっていう風にわーってなっちゃうタイプなので、結構人と動物と結構真逆になっちゃうタイプなんです。いかがですか。私わかんない甘えたい、うーん、でもなんかこう甘えてほしいですよね、千葉さんには。なんか仕事で失敗した日は甘えたいね、かわいい、なんかよしよししてほしい ね、 しいね、誰かにうん、可愛いですね。甘えられたいって思う瞬間もありますか。甘えられたい、
あーでもそう考えると、うん、甘えられたらないね。え？どういうことですか？そう考えると私甘えてばっかりかもしれない。友達にも大人にも。大人にも。そうかも。あんまり甘えられることがないや。そうだ。でもなんか相談とかすごい受けそうじゃないですか。聞くことならできる。聞くだけ。結構現場でもなんか皆さんが、千原さん、千原さんって言って、隣に座っていく姿をよく見る、ね。そうかも、確かに逆ね、ね、なんでだろう。そうですよね。甘えられてるんだよ、ね。あれ、甘えられてる、甘えられてます。あれ、うん、来たそうですよ。やったなんか受け入れてくれそうな感じありますよね。何でもいいよ。もう癒しオーラが出てますもんね。そうかも、癒しがあるから。そっか。何気に甘えられてたんだ。そうですね。そうかもしれない。新発見。まあ、というわけでだいぶ話は脱線しましたが、はい、じゃあ最後にですね、読者に向けて一言ずつお願いしたいなと思います。じゃあ、佐藤さんから。どうも、かなた役の佐藤さとみです。ドラマ CD お楽しみいただけましたでしょうか。原作が大好きな方にもこう楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますし、原作と合わせてドラマ CD 楽しんでいただけたらなと思います。そしてきっと皆さんの応援があれば次あるんじゃないかななんていう風にも思っておりますので、ぜひぜひコミックスとともども応援の方よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。では続いて千原さん。はーい、今日はありがとうございました。すごい楽しかったです。なんかこうまったりとゆるゆると可愛らしく、しかもエロエロな感じもあって。なんかもういろいろ堪能させていただきました。こう日常の中でいろいろ煮詰まることもたくさんあると思いますが、この作品にぜひとも癒されまくってほしいなと思います。引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。では続いて大坪さん。はい、幸役の大坪ゆかです。いや、皆さんお聞きいただきどうもありがとうございます。いや、本当に楽しく演じさせていただきました。こうなんか幸ちゃんはなんだかんだ言いつつもすごくかなたちゃんだったりまなとくんだったり、そしてもちろんね先生のこともすっごく大好きで、なんだろう、素直になれないけど、なんかそこがちょっと小学生らしいなって思うような、すごく小学生時代のことを思い出しながら楽しくやらせていただきました。本当にコミックスの方もとっても面白くて、もう私もねこの幸ちゃんをやるってなった時に急いで買いに行きましたよ。もうそしたらもう本当にどっぷりとハマってしまって、電車の中で思わずプププって笑ってしまって今日こう現場に来てそれぞれのキャラクターに声がついて、わーすごいぴったりだってすごく感動しました。これからもまたね幸ちゃんを演じる機会があったらいいなと思いますので、皆さんどうぞ応援のほどよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。そうですね、本当に私も初めて原作読ませていただいたときは、あ、エッチーのが来たって思ったんですけどでもなんかこう本当にそのさっき千原さんたちもおっしゃってたみたいに、ほんわりしたなんかこうなんて言うんですかね、可愛らしいエッチさというか、なんか読んでいくうちにだんだんすごいなんかゆるーっとしたふんわりした空気になってきて、なんかこうどぎついものではなく、すごくなんか温かい感じの作品だなというふうにどんどん思っていてですね、実際今日アフレコやらせていただいて本当に私自身も楽しく、なんだか逆に穏やかな気持ちに、先生のそのなんかまっすぐさにすごく心が洗われたという感じがして、すごくなんかやらせていただいていて楽しませていただきました。私もね、佐藤さんも言ってたみたいに今後ももっともっと先生やっていきたいなと思ってますので、皆さんよかったらですね、応援していただければなと思います。そして原作の方もどうぞよろしくお願いします。では、最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。ではまたお会いしましょう。バイバイ。